Thank you.
こんばんは、 TBS アナウンサー駒田健吾です。なかなか人には聞きにくい本音話を聞く経済の話で困った時に見るやつでございます。今回のテーマはですね、円の価値が暴落、私たちの資産防衛策について、今日はご紹介してまいります。テレビや新聞で円安が進んでいるということを耳にする方も多いと思うんですが、円の価値が下がっているということで、なぜここまで円安が進んでいるのか、そして、我々の資産を守るためにはどうすればいいのかということを掘り下げてまいります。さあ、それではゲストをご紹介いたしましょう。大和証券シニアエコノミストの末広徹さんです。よろしくお願いいたします。末広です、よろしくお願いします。末広さん、円安と聞いて、自分は FX していないからいいやっていうもんではないですよね。もうこれもうほぼ全国民に関係することですよね。そうですね、今ちょっとコロナで海外旅行も行けないんで、やっぱ直接その為替の取引をする普通の人はあまりしない可能性が高いと思うんですけど、でも輸入品っていうのはもうほとんど周りのものにはかなり含まれてますので、間接的にはやっぱ相当影響を受けてると思いますね。そうですよね。さあ、それでは今日のポイントをご紹介しましょう。こちらです。円の価値が暴落、急速に進む円安の背景について、そして2つ目、悪い円安が私たちの生活にも影響かと、そして3つ目が、これ衝撃的ですね、日本が発展途上国に逆戻り、資産防衛策はといったも、この3点で進めてまいります。さて、本題に進む前に、まずはですね、そもそも円安円高って何なのかということをね、軽く復習していきましょうかね。円安円高、当たり前の話ではありますが、我々日本では円、アメリカではドル、ヨーロッパではユーロということで、国や地域によって異なる通貨を使ってますよね。で、例えばアメリカに旅行する際など、円をドルに変えた経験がある人も多いと思います。で、この時1ドルを何円で交換できるのかというレートは、需要と供給のバランスで決まるんですね。で、今図にあるようにドルよりも円が欲しいという人が増えれば、当然1ドルの価値が下がって円高になります。円が高くなります。円の価値が上がるということで、輸入商品が安く買えたり、海外旅行でお得になったりします。で、逆にこれ右の方ですよね、円よりもドルが欲しいんだという人が増えれば円安というふうになるわけです。1ドルの価値が上がるわけです。で、円の価値が下がるということで、輸入商品の価格が上がったり、海外旅行では不利になったりするということですよね。さあ、ということで、その上で1点目のポイントに参りましょう。急速に進む円安の背景ということで、もう今年に入ってから、レートをちょっと見ていきましょうか。もう今年の初めはですね、115円台だったんですよ。で、気づけば先月末、3月の終わりにはなんと1ドル125円台ということで、この3ヶ月余りの間に一気に10円円安、およそ6年7ヶ月ぶりの円安水準になったということで、このスピードですよ、末広さん、どう見てますか？そうですね、予想外でははっきり言ってあります。というのもアメリカのですね、金融政策がどんどん引き締め的になるということで、どんどん利上げをするっていう話が予想外に今年始まってからかなり強まってますので、金利差の観点ですね、金利が高い通貨の方が持っていて、お得感があるというか、その金利分だけ収益が得られますので、金利が上がってる通貨は基本的に買われやすいと。あとはウクライナの話も足元聞いていて、いわゆるその戦争っていうのが起こるとですね、一番安全な通貨買いたいっていうことでドル需要が強まるというのもあって、かなりドル高、あと円安っていうのが進んでるかなと思いますね。ただそのアメリカではインフレもね、進んでるというのが心配されますよね。そうなんですよ、今みたいにこう、新聞でもそう書いてるんですけど、金利が上がってると買われるっていうとそれで終わっちゃうんですけど、通貨っていろんな観点から決まってきますので、例えば物価ですよね、駒田さん言ってくれた物価差、これも重要で、これも全く逆の話になるんですよね。物価で言うとアメリカは物価が上がっていて物の価値が上がってるので、逆に言うと通貨の価値は下がってるんじゃないかっていう見方もできるんですよね。で、一方で日本は物価上がってないので、円の価値って相対的には上がっているという面もあって、実は物価差で考えると本当は円高になってなきゃいけないんですけど、あんまそっちはこう今見向きされずに、金利差を見て、円が売られてドルが買われているというところだと思います。で、
他にもですね、やっぱりいろいろあって、はい、ベースにはですね、そもそもその誰が円を買ったり売ったりしているのかというと、やっぱり貿易をしている企業とかっていうのがまあ当然中心になってくるわけですので、まあ、そう考えるとあの日本の貿易赤字とかですね、そういったところのそのマネーフローの面からも、あの今世界中であのエネルギーの価格が上がっていて、日本が輸入しなきゃいけないエネルギーの価格どんどん上がって貿易赤字がかなり増えているので、まあ、日本人が赤字ってことはあの外貨を買わなきゃいけないっていう立場になってますので、まあ、そういうまあ実需とかよく言うんですけれども、そういった人たちのマネーフローからもまあ円が売られていると、まあ、大体その金利差、物価差、マネーフローで大体こう都合よくあのマーケットで捉えていくことが多いんですけれども、うん、まあ、最初と最後ですかね、あの特にその金利差のところとマネーフローのところが効いて、まあ、かなり円安が進んでいるっていう状況かなと思いますね。ちょっとあれ、これ鳥肌立つは言い過ぎかもしれませんけど、あの、まあ、金利差と、ね、マネーフローで、ああそうか円安が進んでるのかって分かるんですが、もう一回さっきのね、あの物価差を見ていきたいんですけど、まあ、通常経済の教科書であれば、あのアメリカはまあ、インフレが進んでいる、じゃ あ, あのドルの価値は下がるんじゃないか、日本の円の方が強くなるんじゃないのって、この大きな一本柱が今までの教科書通りにいってないっていうことがちょっと私個人的に怖いんですけど、末広さん。そうですね、あのよくあのビッグマック指数とかって言われると思うんですけれども、あの、はい、まあ、ビッグマックがそのアメリカで買うのと日本で買うので、あのどっちが得ですかっていう観点で為替が決まってくるとすると、まあ、日本のビッグマックの方がだいぶ安いわけですので、本当はあのもっと円高になってないとこうフェアじゃないっていうことですね。だからあの無理なんです、なかなか無理なんですよ、日本でビッグマックを買って、うん、であのアメリカに行ってビッグマック売ったら儲かるっていう状況にあのなってるっていうのは事実なんですよね。まあ、なので、まあ、そういう意味だとあのまあ、不当に円が安いというふうにはあの物価の観点から言えるかなと思います。それぐらい、まあ、円を売る理由があるっていう状況なのかなと思いますね。なるほど。あの一概にね、円安 の, そのメリットデメリットっていうのはこう言えないのかもしれませんけれども、あの株との関連って円高円安ってどう関連してくるんですか？そうですね、そういう意味だとあの株価とあの経済っていうのは分けてみないといけないと思っていて、日本の経済で見ると、まあ、8割ぐらいだいたいサービス業なんですよね。でサービス業っていうのはあの、まあ、簡単に輸出できたり、あの外国人向けにそのサービスするのってそう簡単ではないので、まあ、いわゆる内需系の企業っていうのが多くて、まあ、そういう意味だと、まあ、ざっくり 7,8 割日本の企業って内需に依存してるっていうことなんですよね。はい、で一方であの東証株価指数とかってその実際上場して株価がその取引されている企業っていうのは製造業の方がむしろ多くて、うん、まあ、大企業はかなり製造業が多かったりするので、はい、それとなんかこう株価に影響を与えるような企業は、まあ、輸出を物をたくさん輸出している製造業で円安のメリットがありますよと、うんうん、ただあの一般の人からすると、あとはあの日本の実態として実体経済の中でかなり多い内需系の企業からすると、あの輸入のコストだけ上がっちゃったりとかですね、うん、あとはエネルギーの価格が円安で上がっちゃって、こう電気代が上がっちゃってサービス業も苦しいよとかですね、うん、あのそういうネガティブな面が多くなってくるということで、まあ、あの一概にいい悪いっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、どちらかというとその悪い面の方がですね、まあ、コロナ禍以降あの GDP の水準もまだコロナ前戻ってなくて、うん、あの家計も苦しい状況ですので、まあ、その悪い方がまあ注目されているっていう環境かなと思います ね, ね後で詳しく聞きますが、あの円安の、ね、意味、円安への捉え方っていうのがおそらく今と例えば10年以上前とは違ってきてるところがあって、私なんかはですね、あの円安に触れた時なんかはこれはいいことだと、昔ね、昔ですよ、あくまで昔、あのこれは輸出する企業の方が日本は多いからどんどん円安になった方が日本は儲かるということで円安になった方がいい、あ確かアベノミクスもそんな感じで進んでいたような気がするんですが、そうとは言えない時代に入ってきてるということなんでしょうかね、最近は。まあ、そうですね、あの、まあ、家計が円安であの食料品の価格が上がっちゃったりとかして苦しいっていうのは実はあのそんなにあの古い新しい話ではなくて、例えばあの後ほどデータでも 出ますけれども、あの2013年14年15年ですね、
いわゆるアベノミクスが始まった時に日銀があの異次元緩和っていうのをやって、まあ、金利をこうかなり押し下げて、その時もですね、あの1ドル80円ぐらいだったのが一気に125円ぐらいまで行きまして、まあ、何年かかけて行きまして、うん、あの時も強烈な円安だったんですよね、はい、であの時もあの家計が苦しいって話やっぱりあったんですよ、うん、だから そこに関してそんなにあの新しい話ではなくて、うん、あのちょっと余談ですけど、当時あのエンゲル係数あのウィキペディア事件っていうのがあったのがですね、ええ、あのこれはね、ウェンゲル係数ウィキペディア事件っていうのを調べてもらうと、実はその事件自体は円安が終わった18年ぐらいの事件なんですけど、はい、まあ、大きな流れとしては14年15年からのこう円安があの影響して食料品の価格が上がって、あのエンゲル係数が上がったんですよね、はいはい、要するにエンゲル係数ってあの小学校の教科書でもやりますけれども、あの家計の支出に増え占めるその食料品のウェイト割合で、まあ、大体 2,3 割ぐらいなんですけど、まあ、当然その食料品の割合が増えてるっていうことは、あの他の支出にその商品を回す余裕がないっていうことなので、うん、いわゆる、まあ、あの貧しさみたいなのを表す指数だとよく言われてるわけですね、はいはい、でこの日本はずっとエンゲル係数下がってたんですけど、見ていただくと13年14年ぐらいから上がってるんですよ、エンゲル係数ですね。でこれって日本人が貧しくなってるんじゃないですかっていう指摘があの結構国会でもされていて、要するに野党からアベノミクス批判として結構当時されてたんですよ、うん、で実際あの当時流行った言葉で言うと、あのステルス値上げとかもありましたよね、あの実質値上げってやつですね、あのあ、はいはいはい、価格上げるんじゃなくて内容量を減らして、はい、実質的に値上げしてますみたいなのもかなり14年15年ぐらいピークなんですよね、あの加算上げしたりね、あ、そうですそうですそうです、あのお菓子の、ね、こんだけしか入ってないのみたいな話が、まあ、当時盛り上がったっていう話ですね、はい、でそれに対してあの当時安倍政権アベノミクスはあの、まあ、生活スタイルの変化もあるんじゃないかって話をしたんですよね、ええ、要するに共働きが増えて、でなんかこうスーパーとかで結構出来合いのものとかを買ったりとかしてですね、あのなんかこうそういう野菜とかに生鮮食品とか買うんじゃなくて、ええ、まあ、そういったあの惣菜とかを買うケースが増えたりとか、あとは外食もですね、はい、あの共働きで増えたんじゃないかとかって言って、実態としてあの食料品の輸入価格が上がってるからではなくて、あの生活スタイルが変わったから、なるほど、ね、トータルとして食料品 あの占める割が増えたんじゃないかって、これ論争になったんですよ、うん、でそのウィキペディア事件っていうのはあのまあ、これ私が言ってるわけじゃないですよ、あのそういう記事があるネットでも言われてるってことなんですけど、ウィキペディア そのエンゲル係数のですね説明のところに、もともとはなんかこう貧しさを示す、まあ、そういった指数であるっていう、その昔私も習ったような書き方がされてたんですけど、そこになんかその論争が行われた時にちょろっとですね、まあ、とはいえあの生活スタイルの変化も反映するみたいなコメントがなんか付け加えられたんですよ、急にですね。でその時になんかアベノミクス そのサポーターがウィキペディアをついに書き換えたぞとかっていう話になって、でウィキペディアもそのページをなんかこう凍結したりとかして、結構なんかこう消したりつけたりって、なんか盛り上がったなかった、そんな事件があったんだ、まあ、事件なのかそれは分かんないですけど、あ、そうですか。悪い円安で家計の負担が増えてるっていうのは、なんか私はちょっと久しぶりだなという感覚もあるんですね。でただ今日はですね、まあ、もう開始も13分経ってますけれども、今日はそれだけじゃないのかもしれないなと、いわゆる昔からある家計が貧しくなってしまうんじゃないかっていう悪い円安っていう観点だけじゃなくて、うん、まあ、その先にあるなんか議論もですね、実は背景にあるんじゃないかっていう話を、あの少し後でさせていただこうかなと思いますね。わかりました。あの今の、ね、10年チャートをちょっともう一回出していただきたいんですけれども、あの末広さん、すみません、先に行きたい、お気持ちに水をぶっかけるようなことを言いますけど、あの、ね、ちょっと気になったのがアベノミクスの時にね、はい、まあ、当然金融緩和だとかあの金利をあの下げたりとかであの円安になっていきまして、でこの2016年ですよ、ここ、はい、あのちょっと円が高くなっていく時があるんですよ、2016年の時。これ何ですか？はい、ここはあの、まあ、いわゆるちょっとアベノミクスもですね、ちょっと限界がちょっと一瞬議論されたところで、アベノミクスというかあの日銀の異次元緩和、ね、金融緩和が、まあ、ちょっと限界なんじゃないかって話が出てきた時ですね、大体13年の4月から日銀が大量に国債を買っていったんですけど、はい、あの世の中にある国債の量って限られているので、この辺りからもう買えないんじゃないかって話が出始めて、要するにどんどん国債を買って世の中にお金をこう
増やしていったっていうのが異次元緩和ですので、あんまお金ってこれから増えなくなるんじゃないかっていう議論が出始めた時期ですね。であともう一つが、まあ、それが金利差とかいう金融のその金融政策の観点からの、まあ、ちょっと円安の限界が来たというのが一つと、うん、もう一つが、まあ、今回も一緒なんですけど、マネーフローで、当時ですね、これアベノミクスと実は合わせるように、異次元緩和の円安と合わせるように、当時日本ではですね、2011年からの原発がかなり止まってですね、うん、エネルギーの輸入がその数量面で増えたんですよ、うんうん、今はエネルギー価格が上がって金額で増えてるというのが今の状態なんですけど、当時はどちらかというと数量面で石炭とか石油とかの輸入がもうそもそも電力作るために増えてしまったということで、はい、じゃあ11年から14年15年ぐらいまでは貿易赤字はかなり高かったですね、当時ですね。でそれが15年ぐらいに、14年の終わりから15年ぐらいに、シェールオイル革命ってアメリカで原油が暴落したんですよ、はいはいはい、だから15年から16年っていうのは原油価格の輸入価格が安くなったので、うん、そういう意味だと貿易黒字が増えたというか貿易赤字が解消されたんですよね、うんうん、で円が買われたっていうことで、うん、ちょうどこういろんな要因で13、14、15あたりはこう円安だったんですけど、いろんな要因が剥落して16年は円高になったっていう流れですね。でそれが16年だけで終わってしまったのは、16年の11月にトランプ大統領が大統領選で勝ったので、はいはい、その時ドルがすごい期待されてですね、ドル高になって反対側で円安が進んで、まあ、そこから先はまあかなり安定してますよね。110円前後で安定したっていう動きになってますね。うわ、分かり、今なんか歴史の勉強したみたい。これ2016年そういうことがあったんですね。そうか、確かにトランプさんが、ね、就任してから、まあ、アメリカファーストですから、ね、ドルへの期待が高まって円が安くなったって、本当2017年の手前からギュッとこれ上がってますからね。そうです、ね、はあ、やっぱりマーケット、はい、大きな流れで、あとは細かいところで言うと、これも論点なんですけど、当時イギリスが EU から離脱するっていう国民投票をやったり、まあ、いわゆるブレクジットってやつですよね、はい、それも結構効いていて、16年は効いていてですね、いわゆる、まあ、世界が混乱するんじゃないかと、世界経済が混乱するんじゃないか、その時は有事のドル買いっていう言葉も当時は流行りましたですね。有事安全資産ってやつね、有事のドル買い、ちょっと待ってください、末広さん。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、円買いです。あ、びっくりした、有事の円買い。有事の円買いです、はい、いや、ね、もともとはドル買いなんですけどね、はい、いや今ね、末広さんがちょっと今、まあ、はい、もちろん今のイージーミスで間違えただけだっていうのは分かるんですが、はい、ね、いや今末広さんがおっしゃったように、有事の円買いでしょ普通。そうですね、はい、その今有事なのに円安なんですね。これまた後で言うのかな、この話はまた後で出てくるのかもしれませんけど、だからいろんなルールがちょっと最近変わっ、ルールというか、その今まで当たり前だったことが変わってきてるような気がするんですよね。そうですね、ただまあ僕は有事の円買いっていうのはもともとちょっとなんか怪しい議論かなと思っていて、はい、要するに2011年の東日本大震災の時も、うん、まあ、有事で円が買われたっていうと、なんか、はい、そうかって気がするんですけど、あの時はやっぱり日本だけダメージ受けていたのに、うん、まあ、要するに世界で有事が起きてるわけじゃなくて日本で有事が起きてるのにですね、円が買われるっていうのは結構腑に落ちないところがあったんですね、うん、で当時でも結局じゃあ何が実際にそのマネーフローの観点から起きていたかっていうと、まあ、実際にはそんなに多くないんですけど、例えば保険会社さんがですね、損害保険会社さんが日本のその被害があった人たち企業に円建て円でですね、保険金払わなきゃいけないので海外の資産を売って円を買い戻す動きがあると、うん、実際にちょっとあるんですけど、はい、まあ、それがすごい多いんじゃないかとかっていう話になって、でそれが円買いにつな、そのいろんな投機の方も含めて円買いにつながったっていうのがあってですね、決して日本が安全だからっていう意味のその有事の円買いっていうのはあんまりなんか信じない方がいいんじゃないかなと思いますね、はあ、なるほどね、そっか、もうその2011、あとリーマンショックの時どうだったんですか。リーマンショックの時も円高ですね、ただその、うん、繰り返しなんですけど、その日本が安全だからっていう意味じゃなくて、日本人が国内に円を戻すから円が買われるっていうのが、うん、おそらくその有事の円買いの背景で、
これあのリパトリエーションって言うんですけど、うん、日本に限らずですね、あのなんか有事があったら自分の国にも戻したいんですよ、お金をですね。なんでかっていうと企業は自分の国の通貨で決算書も作りますし収益も計算するので、うん、外貨を持っての基本的にこうリスクなんですよね。なので、うん、自分の通貨が一番いいと。そうなった時にあのコツコツ日本はあの貿易黒字をずっとあの続けてきて、あの対外資産たくさん持ってるので、要するにも戻す円がたくさん、戻すお金がたくさんあるっていうだけのことなんですね、うんうん、そうか、世界に、まあ、散らばっている円を、日本に、まあ、買い戻すというか取り戻すというか、まあ、そういう動きが予想されたということですよね。あと末広さんがね、あのこの番組出てくださっている時にやっぱり大事な指数として、あの実質賃金ということをおっしゃってますよね。ちょっとその観点からもあの今回の円安などをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、日本はなかなか実質賃金が上がらないとい う, こうグラフがありますので、こちらですね、やっぱりその通貨の力っていうのはやっぱりこの実質賃金というのも関わってきますよね。そうですね、あのそういう意味では、まあ、通貨というよりはその、まあ円安とか円高ってもこれどうしてもマーケットに触れてしまうので、そうなった時にあの、まあ、悪い円安になってしまいやすいですよね、賃金が上がってないとですね。要するにあの企業から家計のその、まあ、いわゆるトリクルダウンっていうことがですね、うん、あんまり起きてないってことだと思うんですよ、賃金が上がってないっていうのはですね、まあ、なので例えば円安になって輸出企業が収益を上げたとしても、なかなか労働分配率、賃金の払いが増えなくて、結局なんか悪い面が出てしまうっていうのがまあ特徴ですので、そういう意味ではあのこの賃金が上がらないというのは、まあその悪い円安論のまあ根底にあるような話だと思いますね。うん、なるほど。本当これ全然上がる兆しがないね。もうこれど、はい、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ伸びているのに他の G7 各国もうなんかちょっと大丈夫ですかで末広さんに聞いてもしょうがないんですけどですね、あの、まあ、今年も春闘は比較的あのいいスタートをしたんですけど、まあ、製造業がまだ中心でですね、例えばあの製造業ってコロナ禍でも結構儲かったんですね、自動車とかですね、うん、電気とか。なのでそこら辺の払いがいいのは、まあ、当たり前かなという気もしていてですね、うん、まあ、そこから先の中小企業とか、さっき言った内需系のサービス業とかっていうのはこれからあの春闘じゃない人たちもかなりいますので、うん、どこまで持ち上がるかなというと、あのどちらかというと尻つぼみしていくイメージですかね。春闘最初スタート良かったんですけど、やっぱり上がんないよねっていう形に落ち着きそうな雰囲気かなと思いますね。そうですか。こう自動車メーカーとかね、満額回答ってあの新聞にドンドンって出てるんですけど、はい、もうそれは最初の方だけで、あとはねその春闘すら、まあ、あのできないその中小企業いっぱいあるわけですけれども、そういったところはちょっとあまり上がってこない、結局尻すぼみになってくるんじゃないかっていう見立てということですよね。まあ、少なくともこの円安で食品価格上がったりとかするのをカバーするほどは、まあ、今年はちょっと厳しいかなと思いますね。なるほど。じゃあ次はですね、日本という国をその GDP でちょっと見ていきたいと思うんですけれども、あの末広さん、その金利をね、あの日本も上げればその円高になっていくんじゃないかというような見方もありますけれども、これどうでしょう末広さん、金利は日本は上げないのか上げられないのか、これどうでしょうか。そういう意味ではその金利差で円安が進んでしまっているという観点もありますので、あの日銀が金利をこう利上げをしてですね、金利差を日本も上げたらいいじゃないかと、 FRB に追随したらいいじゃないかって話があるんですけど、金利を上げるっていうのは要するにお金を借りにくくするっていうことなので、うん、あの需要をこう減らすわけですよね。需要を減らすことによって物価を押し下げようっていう政策なんですよね。でそれが今表示してもらったこう GDP ギャップ、要するにこう GDP ギャップって何かというと、あの日本の生産能力を持ってすればこれぐらい達成できますよねっていう GDP に対して、実際の GDP が上回ってればプラスで下回ってればマイナスということで、今マイナスなんですね。この中からこの中以降ずっとですね、日本の GDP っていうのはあの本来達成されるような能力を達成できてないということなので、そういう意味では削る需要があのないっていう状況なんですよね。でこれ実はアメリカのデータ見るともうプラスにいっていて、まあ、アメリカもそんなにあのプラスにする必要あったのかって今反省も彼らしている状況なんですけど、まあ少なくとも彼らは削る需要があって、需要を削ることによってまあ物価を抑えるっていうことが可能なんですが、日本は削る需要がないので、まあ利上げしても多分意味があんまりない
ていう状況ですかね。むしろ貧しく なっちゃう人の方が増えちゃうような状況なので、これはもう理論的にも今回の円安と物価高に関しては日銀の対応ではないっていうのは、これはほとんどの経済学者もそう言うんじゃないかと思いますね。あ、そうですか。すみません、近所のおじさんたちと喋ってると日銀が悪いっていう話になるんですけど、そうじゃないんですね。まあなんか日銀はもともと10年目に入ったこの異次元緩和でなかなかそもそも物価を上げたり賃金を上げたりを達成できてなかったので、なんか日銀が悪いっていうのがなんかこう世間的にもかなり定着してるんですけど、今回は私は日銀のせいではないというかですね、日銀は動いてもあんま意味がないかなと思いますね。あ、だから今のね、もう一度 GDP のギャップの個数を見ていきますと、これ2019年の終わりからマイナスになっているということはもう需要がないと、まあ、もちろんコロナということがありましたよ。だけれども需要がもう全然ないから、なんて言うんだろう、もう身動きが取れない状態ということですか、今日本というのは。そうですね、そういう意味では家計が苦しいっていう問題があるのであれば、それは金融政策で解決するものでは今回はやっぱりなくて、どちらかというとその、まあ、政府が、まあ、すでにやってますよ、ガソリンの補助金とかやってますけれども、まあ、その実質的な所得のこう減少分っていうですね、物が高くなって買えるもの減ってますので、これ所得が実質的に下がってるっていうことなので、そこを補填するっていう方が、まあ、素直な反応なのかなと思いますね。ということはごめんなさい、もうちょっとこう具体的に聞きたいんですが、じゃあ日本の政府に求められる対策っていうのはどういうことになるんですかね。まあ、所得をなんとか補うっていうことなので、まあまああんまりこう普段は良くないのかもしれないですけれども、まあばらまきに近いですね、所得を移転するっていうのも、まあ今回は取られても致し方ないのかなと思います。まあ問題点はこういう有事の時に財政策とはもう一生懸命やるべきなんですけど、なんかこうずっとやり続けちゃって、政府のその赤字がもうずっと続いてるんで、いつも赤字なので またばらまきですかっていう気はするんですけど、本来であればもうちょっと節約するときに節約しておいて、こういうときにしっかり減税なり含めてですね、やるっていうのが、まあ、基本的には正しい選択なのかなと私も思いますね。だからこの間、はい、財政は心配なんですけど、今回の処方箋は、まあ、少なくとも金融引き締めではないかなと、利上げではないかなと思いますね。年金受給者に対して、ね、5000円を、まあ、支給するっていうのが、まあ、白紙になりましたけど、末広さんから見たら、例えば、まあ、ああいう政策は今は必要なんじゃないかなということですか。まあ、そうですね、まあ、年金受給者という切り方でいいのかというのはあるんですけれども、はい、まあ、少なくともそのこれ昨日アメリカでもFRB の理事がですね、そういう話をしてるんですけど、インフレっていうのは人によってかなり違うんだと。例えばお金持ちの人はですね、例えばいい例えばパンでいうとですね、高級食パンみたいな高いものをいっぱい買ってる人はお金が少なくなっちゃったらですね、安いパンに変えることができると、ただ安いパンをずっと買ってる人はもう買えるその節約するものがないじゃないかって言って、をしていて、要するにインフレっていうのは貧しい人にほどより厳しいんだっていうことを、はい、アメリカ FRB も言っていて、まあ、多分日本でも当然同じことが起きるだろうということなので、うん、まあ、年金受給者で切るかのが正しいかというのは別として、まあ、苦しい人により、苦しい人に所得移転すべきタイミングではあるかなと思いますね。なるほど。アメリカがちょっと物価が上がったっていうのをね、結構思い切ったその現金支給をやったじゃないですか。やっぱああいうのって生きてるわけなんですかね。はい、そうですね、これFRB とか、あとはその政府のですね、分析からも出てるんですけど、アメリカはミックスなんですよね。要するに原油価格が上がったりとか、コロナ禍で需要が一気に減った後にこう経済が再開したとかですね、そういうなんかこう一時的な供給側が追いつきませんよっていう、その供給側の要因だけじゃなくて、まあ、お金をいっぱい配ってしまったがために、うん、まあ、当時は分からなかったんですけどね、そんな配りすぎてのはなかなか分からなかったんですけど、結果的に配りすぎてしまったがために需要も超過してしまったという形にはなってます。さらに言うと一応統計上は、まあ、お金を配ってしまったがゆえに働く人もちょっと減っちゃったんですよね、アメリカの場合、まあ、なのでより供給側もタイトになってしまって、まあ、いろんな要因でもインフレが上がっていて、アメリカだけちょっとインフレの上昇を突出しているという分析が最近出てきてますね。なるほどね。確かにそのね、働かない人が増えてるっていうのも確かに話聞きますもんね。なるほど。ちょうど真ん中ぐらいっていうのはなかなか難しいもんですね、バランスの取り方っていうのはね。そうですね、まあ、ただ日本の場合は GDP ギャップはマイナスなので、うん、
まあ、所得を移転して、まあ、消費を増やしたりとかっていう余地は、まあ、アメリカよりやっぱあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあそれではそろそろ3つ目のポイントに参りましょうかね。これが、ちょっとね、個人的には衝撃的だったんですけれども、日本が発展途上国に逆戻り資産防衛策はということなんですが、末広さん、これは一体どういうことなんでしょう。そうですね、国際収支 の発展段階説っていうのがありまして、これ出るんですかね。ちょっと待ってくださいね、末広さん、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと待ってください。これ初めましての図なんですよね。この発展段階説、これは何、経済を勉強している人にとってはこれ有名なんですか。そうですね、まあ、結構本当かっていう人もいるんですけれども、まあ、それなりにこのマネーフローの観点では有名な話かなと思いますね。これはじゃあ50年代とかの話で、クローサーとかキンドルバーガーって、まあ、有名な経済学者が提唱した話。いや、知りません。あ、そうですね、僕も経済学部出身じゃないんで学生の時に勉強しましたとは言えないんですけど、はい、そういう話。じゃあですね、はい、難しい話では。あ、そうなんですか。じゃあ僕が聞きたいのはまず左側の縦の列なんですが、はい、1から6まで数字がありますよね、はい、未成熟の債務国から一番下の債権取り崩し国っていうこの縦の線がありますが、これ、はい、債務国っていうのはお金を返さなきゃいけない国ですよね。そうですね。で、4と5にある債権国っていうのはお金をまあ貸している側ですよね。そうですね、はい、じゃあこれ1から6って、例えばちょっと末広さん、具体的なね、国名とか挙げることできます、こういう国だよみたいな。そうですね、国名というよりはその上の方は途上国ですよ、はっきり言ってですね。発展途上国とか、はい、そういう国ですね。だから非常に、うん、東南アジアにも、まあ、東南アジアもかなり発展してきてますけど、まあ、途上国と言われる国で、いわゆるその他の国から新興国からお金を借りないと経済が賄えないっていう状況の途上国が未成熟の債務国っていうイメージですね、うん、じゃあ成熟した債務国ってなんだ。はい、まあ、なので未成熟なので、これ横の矢印はまだいかない方がいいですかね。矢印でいうと、まあ貿易も赤字になっちゃいますし、でその対外投資から上がってくるそのリターンというか、その利息とか配当とかっていう所得収支もマイナスですし、まあとにかく経常収支、要するに海外からお金を稼げてない状態の途上国ですね。なるほど。じゃあちょっと待ってください。この右の矢印は後でいくとして、成熟した債務国というのはどんな国ですか。はい、これは当然途上国が発展していって、物をこう安く作って売るっていう形で、ええ、貿易収支はこうプラスになっていくんですよね。まあ、物を作らなくても観光業とかサービス輸出とか、そういった形で観光業でプラスになっていったり、徐々にこう成熟していく。ただ全体としてはまだ他の国に頼ってますよっていう状況ですね。なんでかというと、丸一の未成熟の段階でかなり対外債務が増えちゃうんですよね、普通に考えると、はい、なのでその間利払いとかっていうのはしばらく続くので、はい、丸二に成熟した債務国に入る過程では外貨を稼げる形にはなってるけど、まだその 利払いとか利子とかその借金返すっていう方がまだ大きいっていう国。なるほど。これ一番わからない債務返済国っていうのは何ですか。だからこれお金を返してる国のことですよね、はい、未成熟成熟ときて、はい、2の次で もっと外貨を稼げるようになってくると、むしろ対外債務をこう減らしていくっていう方向に入ってくるっていう状況ですね。うん、そうかそうか。ということで、まあ、4とかはなんとなくその、ね、今の説明でなんとなくこう分かるんですが、6の債権取り崩し国っていうのは何ですか。これ5もそうなんですけど、成熟してくるとですね、例えば、まあ、日本の話をすると高齢化とかですね、当然経済が成熟してきて、要するにこう輸出が今度減ってくるっていうケースも当然出てくると、他にどんどん元気な国が出てくるっていうことは、逆に言うともともと元気だった国は元気なくなってくるっていうことですので、今度なんか徐々にまた貿易赤字になってきちゃうっていうことですね。で、ただ貿易赤字になってきちゃうんだけど、丸3とか4で稼いだですね、対外資産っていうのがいっぱいあって、まだその海外にお金を借りなきゃいけないっていうわけではないですよっていうのが 5番目の成熟した債権国ということで、
いよいよその状態がどんどん進んでいって、今まで積み上げてきたあの他の国に対する債権もこれも取り崩さなきゃいけない状況になってきてるっていうのが6番ですね。あ、じゃあ1から6まで見ていって一番あの国として目指すべきっていうのは5ぐらいですか？まあ、一番目指すべきってのもなかなかあの何をもってあの国があの人々の幸せがあったら全然違うんで分かんないんですけども、その例えば 1,2 ぐらいは成長率はものすごい高いですよ。なのでそういうそこがいいっていう人もいるかもしれないですし、高度成長期みたいな。そうですね。で、まあ、当然下に行けば行くほど経済は成熟しているので、まあ、あの安全だったりとかですね、そういう面では水準としては高いのでいいんじゃないかっていう意見もありますよね。なるほど。今末広さんのお話を聞きながらこの矢印の意味をちょっとだけ分かってきたんですけれども、じゃあ、日本はどこに当てはまるのかっていうのを矢印込みでちょっと説明していただいてもいいですか？そうですね、多分日本人のイメージとして一番強いのが、まあ、高度経済期とかはこの3から4ですかね、まあ、輸出バンバンあのして、まあ、この貿易サービス収支を、まあ、どんどん増やしていって、うん、でトータルで経常収支もプラスで、うん、この資本収支っていうのは他の国からお金を借りてるか借りてないかの話なので、うん、あの借りないどころか他の国に貸すような状況になっていると。でこれが先ほど言ったようなその2011年ぐらいから、まあ、これまあ非連続にですね、原発が止まったというのはもちろんあるんですけど、貿易収支がちょっとこうマイナスになる年が増えてきたんですね、はい、なので2011年12年13年ぐらいから丸5に移ってきたかなというイメージ、ね。丸5ってなるとちょっと待ってください。4と5の違いはまず貿易サービス収支が4の時は上がってました、これ儲かってます。でも、これは儲からなくなってきたということですか？そうですね、赤字の年が増えてきたと。ただあの過去に積み上げたあの対外債権っていうのは他の資産、他の国の資産いっぱい持ってるので、うん、例えばあの海外の現地法人からですね、あのが売り上げをなんか達成すればその分その配当金がこう日本に入ってきたりとか、あとは日本人もアメリカの例えばあの株とか国債持ってればですね、うん、あの配当金とか利払いがあると、はいはいはい、でまあ、それが所得収支なんですよ。だからトータルではあの黒字なんだけれども、うん、貿易サービスというその実体経済ではちょっとお金が稼げなくなってきましたねっていうのが、うん、あの2010年代の半ばぐらいの日本 の, あの定着かなと思いますね。じゃ あ,、まあいわゆるコロナ前の状況ですよね。そうですね、はい、うん、じゃあ今はなんかあの、ね、今もで、ええ、はい、今も、まあ、そういう意味ではそのゴロッと変わるわけじゃないんで今もおそらく5だと思います。ただあの今年入ってからですね、あの経常収支の赤字っていうのもかなりギリギリのところに来ていて、黒字がかなり小さくなってきていて、はい、単月では赤字っていう月もですね、あの今年はあの1月とかあってですね、はい、そういう意味では6に入ってきたのかなというイメージですね。でこれは当然コロナ禍っていうのも効いていて、まずあのサービス収支ですね、あの旅行とかそういったあのサービス面での黒字っていうのはあの結構インバウンド需要で黒字に貢献してくれてたんですけど、それがコロナ禍でなくなっちゃったっていうのも当然あって、はい、うん、でさっき言った原油価格円安でエネルギーの輸入 が増えてしまっているので、貿易サービス収支もめちゃめちゃ赤字になってるんですよね今ですね、うん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 、で今までの債権で稼いできたその所得収支をこう凌駕するぐらいの赤字に貿易赤字が増えてしまってるので、そういう意味ではあの短期的には少なくともこう丸6が最近起きてるっていうことですね。なるほど。確認ですが、一番右の資本収支、金融収支ってありますよね、はい、これ、はい、赤い矢印上を向いていますけど、これはいいことではないわけですよね。あ、まあ、そうですね、他の国からお金が入ってきて、お金を貸してもらう形で日本経済が成り立っているという意味なので、まあ、不安は強いかもしれないですね。で青い矢印下を向いている方は逆に、他の国にお金を貸せる状態であるということですよね。そうですね、出ていってるという意味ですね、うん、となると今の日本はその6という雰囲気に近いということなんですが、あのその発展途上国に逆戻りというのはどういうことですか？これあのこの発展段階説で1から6までしかないわけですよ。7がないので、はい、この次ってどうなるんだろうと想像すると、まあ、1に戻るっていう可能性が基本的には意識されると。で実際にこの後想定されることとしては、まあ、どんどん貿易サービス赤字が増えていって、で
対外債権をもっと取り崩すわけですね、まあ、そもそも6で取り崩し始めてるの で、どんどん取り崩していくと対外債権がなくなって、この所得収支っていうのがこれも赤字になる可能性が出てくるわけですね、はい、でそうすると丸6の次っておそらく貿易もこの下矢印で、所得収支も下矢印で、経常収支も下矢印っていうことなので、あれそれって丸1じゃないですかっていう話になる。なるほど。なのでその段階でじゃあ成熟してしまっていて、高齢化も進んでいて、なんかこう貿易もあまり振るわない国にお金を貸してくれる国ってそんなにあるかなっていう不安が出てくるんですよね。丸1の未成熟の債務国っていうのはものすごい途上国で成長するから他の国もお金を投資してくれるんですけど、うん、ここから見込みがない国に投資してくれる人っているのかなっていうふうに考えると、ちょっと恐ろしい話で、ある種丸1よりも厳しい状態が待ってるかもしれない。だって1はまだ成長が見込まれるんだけど、永遠の1コースっていうのがあるわけですよね、はい、そうですね、永遠の、そうですね、その成長産業が生まれなければ1から身動きできない可能性もありますよね。これじゃあ日本が永遠の1コースをたどる可能性もあると末広さん見ている？そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、なかなかその所得収支ってもうこれまで実は日本って世界一の対外債権国だったりして、はい、あの300何十兆円もですね、あの対外債権あるんで、まあ、そういう意味ではこの不安を煽るばっかりじゃなくて、ええ、まあ、1位になるのはだいぶ先ですよって話ではあるんですけど、ええ、まあ、1位に近づいていって、でもう一回これをサイクルを一周やるっていうのはなかなか難しいと思いますね。イメージで言うと、あの要するに他の国からの投資が日本に対して減って、ええ、もっと円安が進んで、もっと日本人の賃金が世界的に安くなって、だったらその日本に工場を作ってあげましょうとかっていう話になって、うんうん、でそこからあの、まあ、外資系の企業にもう非常にあのネガティブな話ですよ、あのタラレバの話ですけども、ええ、あの外資系の企業に日本人が雇ってもらって、もう一回技術を一からあの作り上げてみたいなストーリーになる可能性も、まあ、あるのかなと思うんですね。なるほど。じゃあですよ、あの今日は円安について話していますけれども、末広さん、ちょっとその日本の国っていうのが世界的に見て、はい、あの陰りがあるというかね、ちょっと円を買うっていうのは、つまり日本を買うっていうことじゃないですか。そうしたくなくなってできてるっていうのが今の末広さんのお話の中にあるってことですかね。そうですね。あとはその、まあ、海外の人はその円をどう見てるかっていうところで、さっき言ったようにその円安になって、家計がデメリットがあるっていうのはもう昔から変わってなくて、まあ、それは悪い円安論としてもともとある話で、うん、先ほどちょっと前半でちらっと言ったですね、あのもっと大きな問題があるんじゃないかっていうのはここと関係してくるんですけど、例えばですね、あの最近で言うと、先週ですかね、あの、日本鉄鋼連盟の会長さん、あの日本製鉄の方ですけれども、はい、あの製造業ですよ、まさに製造業 で、うん、で鉄鋼っていうのはあのコスト転嫁しやすいので、うん、実は原材料価格の上昇に比較的強い業種なんですけど、でもですね、そんな業種でもあの円安はあんま良くないんじゃないかって話をしたんですよね、先週。結構私は衝撃で、いや、あなたたちすごい恩恵ある人たちじゃないですか、うん、恩恵ある人たちが円安を心配してるっていうのは結構深い意味があるんじゃないかと思っていて、これは要するに製造業も昔、例えば2000年代の中頃でしたら、もう円安ラッキーじゃんと、円安ラッキーでどんどん輸出していこうよっていう、なんかこう外向きのアグレッシブなあのマインドがあったんですよね、昔はですね、はいはい、だから円安はむしろ望ましいとされてたんですけど、今回の円安っていうのはなんかそういう製造業からもなんかこう不安な声っていうのが聞こえてきていて、まあ、もちろん家計が苦しんでるのに円安ハッピーですって言いにくいってのはもちろんあると思うんですけど、うん、あの製造業とかも、まあ、この10年20年のグローバル競争の中でちょっとこう内向きになってるんじゃないかなっていう私は気がしてきていて、どんどん外に出ていくってい う、 こう雰囲気がないとすると、円安自体が製造業にもメリットにならないとすると、うん、さっきの発展段階説で言うと、その製造業に今回円安で頑張ってもらわないとどん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 先に進んでいってしまいますので、うん、あのそういう意味では今回の悪い円安っていうのは家計が苦しいだけじゃなくて、本当に日本の製造業大丈夫っていうですね、意味でもあの悪い円安、もっと悪い円安になる可能性を秘めてるのかなと思いますね。なんかその
で自動車にしたって部品がいっぱいありますよね。で輸入に頼っているその原材料があります。それが円安によって高くなってくると、当然そのコストは自動車の値段に跳ね返っていきますよね。で高くなってくると、まあ、お金持ちはいいのかもしれませんけれども、大多数の普通の人たちっていうのはその車すらも買えなくなってね、こう悪いスパイラルにまた陥っちゃうんじゃないかなっていう不安もあるんですけど、どうですか？それは国内だけを見ればそうなんですよね。だからただ円が安いととは別に、円建てで車が高くなってるだけで、例えば日本人の労働力が安くなれば、海外と比べると日本の車っていうのは安く作れるっていうのがあるので、本当は製造業は本当に円安は基本的には輸出っていう観点からするとまあポジティブな点が多いんですけど、でも先ほど書いたようにそのあんまり製造業からいい声っていうのは聞こえてきてなくて、むしろそのさっき駒田さんが言ってくれた日本人をターゲットにした内向きの経営っていうのが根付いて、まあ、それが強くなってしまっていると円安のメリットっていうのもかなり減ってしまうんですよね。そっか。どんどん外に出ていく局面で起きる円安と、いや結構もう内向きなんですっていう状況で起きてくる円安っていうのはかなり意味が違ってきていて、悪い円安なのかどうかっていうのはかなりこう評価に時間がかかるっていうことじゃないかなと思いますね。はあ、なるほどね。日本がいかに世界に打って出られる国になっているかっていうのが試されている時代なのかもしれないということですかね。そうですね。普通の新聞とかテレビとかだと多分家計が困って大変ですねって話で終わりだと思うんですけど、そうです、本当はもっと深いっていうことだと思いますね。いやちょっとそこはあれでしたね。私もちょっと普通のテレビをやっているもので今が皮肉で言ってるわけじゃないんですけども確かにその物価って、ここだけ時間あればここまで話すもう一個、ね、前回の不動産の時からアドリブでいっぱい言うようにしてるんですけど、いや本当ありがたい限りでございます。はい、外交っていうところまで本当は考えないといけないんだろうなと思って、はいはい、教えてください。今回の政府の対応、円安がこれだけ苦しいって言ってるのに、まあ、日銀も利上げしないっていうのはもちろんですし、もう円安をある程度放置するっていう姿勢が実は今回政府から出てるんですよね、はい、円安は放置して、まあ、ガソリンの価格だけは上がらないようにしましょうっていうことで、うん、なんか円安に対してはなんかもうしょうがないっていう形になってるんですよ。でその理由っていうのは、私はやっぱ外交にあると思っていて、はい、要するに今経済安全保障っていう形で半導体とかってすごい力入れてますよね、はい、要するに製造業の分野で非常に重要な部品とかそういったものを海外に頼ってると有事の時に調達できなくなっちゃうから、うん、自分のところでちゃんとやりましょうねっていうのは経済安全保障の考え方ですよね、はい、そうなってくると家計は苦しくても多少苦しくてしょうがないんですけど、製造業はもう一回頑張ってもらわなきゃいけないんですよ日本って。はいはい、それが今の政府の経済安全保障の方向性なので、そう考えると円安にして製造業の収益をやっぱかんか改善させてあげるっていうのは経済安全保障引いた外交の面では実は日本にメリットがあるかもしれないっていう話ですよね。だからそこは、はいはい、どうぞどうぞ。家計が苦しいっていうから悪いって切り捨てるのも良くないのかなと思っていて、その外交面での経済安全保障にもどう効いてくるのかっていうところまで、まあ、おそらく政府の岸田氏を含めて政府は頭の中に入れながら、円安がトータルでメリットなのかと、家計だけじゃなくて製造業も入れて外交まで含めてメリットかデメリットなのかっていうのをおそらく考えてるんじゃないかなと思いますね。そういう意味では、いい円安悪い円安は本当に難しいと思いますね。難しいですね。いやちょっと正直ね、その家計に響くっていうのはちょっと我慢できないという方もほとんどだと思うんですけど、まあ、ちょっと今磯弘さんの話聞いて、さすがにね官僚の皆さんもいろいろ考えているということで、じゃあ AI とか量子技術とか半導体とかね、これをもう一回一花咲かせればこの円安状態っていうのは日本にも必ず果実をもたらすわけじゃないですか。ただ磯弘さん、もう半導体とか追いつけますこれ。これ量子技術もアメリカ中国に勝てます。これ負けたらもう何にもなんないですよこれ。そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、量子半導体もそうなんですけど、まだ勝ててる分野って製造業いっぱいあると思うんですよ日本、まあ、自動車とか、ね、製造半導体を製造する装置とかね、まあ、自動車とかもありますけども、はい、これ例えば、まあ、今ちょっと政権変わっちゃいましたけど、トランプ政権、アメリカトランプ政権の時って日本の
企業がですね、アメリカに工場を、まあ、大しておそらくその得にもならない状況だったんですけど、アメリカに工場を建てて、アメリカ人の雇用を増やして、トランプを喜ばせたっていうことがあるんですよ。はいはい、これ、どの業種がやったかって、やっぱ自動車なんですよね。そういう、しっかりアメリカ人を雇用するような大規模の工場を作れるってやっぱ自動車ぐらいで、日本でいうと今ですね、うん、でそこの業種が仮にですね、円高不況っていう形で元気がなくなってしまったら、政府としては外交のカード1枚失うのと一緒だと思うんですよね、はいはい、で考えると家計が苦しいからっていうだけで簡単に動けるっていう議論では実は為替っていうのはなくて、ええ、そういう意味で足元家計の負担増えてるんですけど、あまり政府が動かないっていうのは、まあ、自動車も含めですね、あとは、まあ、半導体 もうこれも困らせにかなり厳しい業種ではあるんですけれども、まあ、安全保障上はそこがかなりネックになってるっていうのは分かってしまうので、うんまあ、やらなきゃいけないっていう課題も含めて、まあ、そういうやらなきゃいけないっていう過程で円高にして収益を悪化させるのもいかがのもんかというところまでやっぱ考えてるんじゃないかなと思いますね。もう本当なんか無駄を省いてですね、なんか数千億程度のね、なんかこう、はい、中途半端なお金じゃなくてやるんならちょっともうちょっと割いてほしいなっていう気もしますけど、まあ、もちろんね限りあるその予算ではありますけれどもね、やるんならドーンとやらないと半導体もう一回盛り上がらないような気がしますけどね。まあ、財政赤字が大きいんで、財政でなかなかサポートは難しいんで、うん、なんとかその為替面ではっていうのもあるのかもしれない、ね、なるほどね深いな円安、そういうことか、なるほど狙ってるとしたらすごいですね、これ裏を取れたらこれちょっとほんのこの見出し立ちますよこれ。あ、でもそういう話は、聞こえてきますよ、実はそうですね、木原誠二さんって官房副長官、昔、はいはい、セミナーでそんな話、まあ、そこまでストレートには言ってなかったですけれども、やっぱ製造業は外交のカードになってるっていうようなことはおっしゃってましたね。さすが官邸の懐刀、なるほどね、分かりました。じゃあですね、はい、今度まあ、資産なんですけど、実はですね、はい、日本一富裕層に詳しい税理士として活躍する税理士法人ネイチャー代表税理士の芦田ジェームズ俊之さんにお話を伺ったんですが、まず富裕層は円安をどう考えているのかということで、聞いてきたんですよ。そうすると末広さん、富裕層は円安円高といった短期ベースの動きに関心があまりなく投資に一喜一憂していないのが現状という、これ本当にお茶の間で飲んでる方々はちょっとちゃぶ台ひっくり返すんじゃないかという感じがしますということをおっしゃってますが、末広さんいかがでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとどこら辺の富裕層なのかってあるんですけど、まあ、それ日本は相続税の相続税率高いですので、まあ、守るときにまずその効率性という観点からは、為替変動よりもその相続税対策を頑張ってやったりとかする方に目がいってると、でそっちの方がやればやるほど結果出ますよね。為替って、今円安が進んでるけど急に円高になる可能性も否定できないので、不確実性高いので、だからそっちに注力するよりはこういう話にやっぱなりがちなのかなと思います。ただ、こういう円安円高とか日本経済の今後とかって気にしてる方っていうのはもうすでに結構出てっちゃってる人もいると思うんで、出てっちゃってる人にシンガポールとかに出ちゃってる方に聞くと、もうちょっと違う回答もあったかなと思います。なるほどね、はい、ちょっとね、で資産防衛富裕層の方はどうしてるかという指示ですね。あとね、ちょ残り時間少ないでちょっと出してて、これ富裕層、日本は相続税、今末広さんがおっしゃったように不動産などの実物資産を用いて国内に投資に回した方が良いと考えている。つまりこれ円安になると、まあ、海外投資っていうのはちょっとネガティブになりますから、まあ、国内の投資に回した方がいいというふうに円安時代は富裕層は考えているということなんですけど、ちょっとね残りがね、これも話聞きたかったんですけど4分ということで、末広さん、富裕層以外の方が資産を守るためには、はい、この円安時代どうしたらいいか教えてください。これ富裕層も一緒、普通の方も一緒だと思うんですけど、そうですか、自分が、まあ、どれぐらいその海外とか外貨に依存してるかっていうのを考えるのが重要だと思うんですね、はい、金融機関で ALM っていう話があって、はい、ALM って何かって、アセットライアビリティマネジメントってちょっと難しいんですけど、うんはいはい、これなんかそんな難しい話じゃなくて、要するに銀行だったらですね、預金っていつでも引き出されちゃうリスクがあるので、要するにこう負債がすごく足の速い負債を銀行って持ってるので、銀行がお金を
運用するときもあんまりその長期に貸さない方がいいですよと、安全ですよっていう話なんですよね、はい、保険会社とか生命保険会社とかだと保険金の支払いっていうのは長期にわたるので、うん、ある程度腰を据えた長期の運用ができるっていう、はい、その金融機関のそのアセットとその資産と負債によって結構運用スタイルが変わるって話があって、それとすごく似ていて、要するに自分が持ってる負債と自分が持ってる資産っていうのはできるだけ合わせた方がリスクが少ないっていうことなんですよね。でこれ為替にも言えて、自分が為替あの外貨にどれぐらい負債を持ってるか、負債別にお金借りてないよって皆さん考えると思うんですけど、あの個人の負債っていうのは将来の支出全部これあの言ってみれば負債ですので、将来どこにお金を使っていくのかって考えた時に、例えば海外旅行が好きだとか、あとは輸入品が好きだっていうのは、それは実はあの海外に負債を持ってるのと同じことですので、であればそれに連動する資産を持っておく必要があるんじゃないかという意味で、ある程度外貨をこう取り入れてあの合わせるっていう形をまあ、取っておくとリスクが少ないんじゃないかなと思いますね。あのリスクの分散化っていう話をよく聞きますけど、それはじゃあ通貨にも言えるということで、例えば、まあ、ドル建てとかユーロ建てとか、まあ、そういったその違った通貨の資産を持っておくことも必要なのかもしれないということですかね。そうですね、あのそういう意味では日本にいながらも結局その食料品価格の上昇とか輸入品が好きな人ほど多分上昇してるんですよ今ですね。そうですよね。なので輸入品があの私もこれ言ってますけど、自分も分かんないんですけど、自分がどういう支出してるかってもう一回考えなきゃいけないなと思ってて、次回の念も込めて自分がどれぐらいその外の国に依存してるかに合わせて、自分の資産も外の資産海外の資産をまどれぐらい持つかっていうのは少し考える必要があるんじゃないかなと思いますね。なるほど。残り1分半で酷な質問かもしれませんけど、円安はこのまま、円安時代というのは、まあ、円安時代っていうのもちょっと変かな、あのこの120円台っていうのはね、あの当分続く感じですかね、どうでしょうか。そうですね、そういう意味であの日本がさっきの日銀もあの動かないだろうということですので、政府もあのある程度円安容認ということなので、うん、まあ、結構海外にやっぱり依存しちゃうところがあると思うんですね、うん、とりわけアメリカの金融政策っていうところで、まあ、これから今利上げが始まったばっかりですので、うん、まあ、来年にかけてこう利上げしていくので、まあ、どこで止まるかっていうところだと思うんですよね、まあ、相当みんな期待してるんで、私個人あもう警戒してるんで、個人的にはここからどんどん、予想以上に利上げがされて、予想以上にドルが高くなって、予想以上に円安が進むっていうのはもうないかなとは思ってるんですけど、まあ、そこは見ていかないといけないかなと思いますね。なるほど、まあ、ややじゃあマーケットというかね、そういう、まあ、末広さんのような、専門家も、まあ、ちょっと冷静な目で見てらっしゃる感じですかね。そうですね、いわゆるまあ織り込み済みっていうやつですかね。アメリカが利上げするのはもう織り込まれたので、まあ、ここまでは円安進んだけど、まあもう織り込まれたんじゃないかっていう見方が出てきてるのは事実ですね。なるほど。いや本当いつもながらのぶっちゃけトーク、そして詳しい解説ありがとうございます。またあのこの番組あの来てください。お願いいたします。またお願いします。はい、末広さんありがとうございました。経済の話で、はい、困った時に見るやつでした。またどこかでお会いいたしましょう。さよなら。Thank you.